おはようございます。7月27日火曜日の東京インフォメーションです。東京都はウッドシティ東京モデル建築賞の作品を募集しています。ウッドシティ東京モデル建築賞は大都市東京において木材利用の新たな可能性を開拓する革新的モデル的な建築物または木質空間を表彰するコンクールです。 木材の大消費地東京において新たな木材需要を喚起することで多摩地域をはじめ全国の森林循環を促進し林業・木材産業の成長を図ることを目指す取り組みの一環として行われるものです対象は都内所在の国産材を活用した公開可能な非住宅施設ですただし、都関連のの施施設設設は除きます。対象施設の所有者、設計者、計 施向者の単独または連名での応募とし相互に了解を得ていることが条件です応募は必要書類を封筒にまとめ9月10日金曜日までにウッドシティ東京モデル建築省運営事務局まで郵送してください当日決心有効です応募書類や対象施設の詳細などは産業労働局のホームページをご覧ください 東京都は特設サイト、東京カルチャーライブスタジオを開設しました。東京カルチャーライブスタジオは、伝統文化やパフォーマンスなど、東京の、そして日本文化を発信するオンラインスペシャルサイトです。東京の 世界に、未来に、残したい私たちにとっての文化遺産だと思える光景というテーマにインスタグラムのユーザーから寄せられた写真やメッセージを紹介する「ハッシュタグ東京ズレガシーイズフォトアンドメッセージ」や病気や障害のある子どもたちと彼らを応援する人たちの手形や足形などを集めて 一つの大きな絵を描くプロジェクト、ハンドスタンプアート、その他国内初のアーティスト支援事業、アートにエールを東京プロジェクトのパフォーマンスや伝統文化体験パフォーマンスの映像など、さまざまな文化やアートの映像が今後も順次アップされます。とは小中学生向けの企業化教育体験イベントの参加者を募集しています。 起業家教育は高い志や意欲を持つ自立した人間として他者と共同しながら新しい価値を創造する力などこれからの時代を生きていくために必要な力の育成のために起業家精神と起業家的資質能力の育成をするための教育です都内の小中学生を対象とした起業家教育体験イベントは小学生向けが来月28日土曜日と 9月18日土曜日、中学生向けが来月29日日曜日と9月19日日曜日、それぞれ午前10時から午後6時までオンラインによる開催です。自宅での参加が難しい場合には、来月28日と29日は三鷹市に、9月18日と19日は千代田区に設けられる会場で参加することができます。対象は都内・在学・在住の 小学4年生から中学3年生で参加費は無料です参加を希望する人は各イベント開催日の3週間前までに専用ホームページの応募フォームからお申し込みください定員は各開催とも抽選による20人です東京都は東京2020大会期間中都内の混雑予報を発信しています 昨日発信された混雑予報によりますと、今日は午前中10時から11時が大手町周辺や新宿周辺、午後6時頃は新宿、渋谷、池袋など繁華街が混雑すると予測しています。今日の最新の混雑予報を確認して、密にならないよう注意してください。ここまで東京インフォメーションでした。